クマフィッシングクラブ。梅雨の合間の釣り。仕掛け作っていたら雨降り出し、車で仕掛け作り。仕掛けできたら雨やみました。私も開始します。今回は予定変更して釣りしています。違う場所で浮き釣りの予定が。潮が引いてなくて釣りできませんでした。急遽ここで投げ釣りしています。しかし風が強いです。初めての場所です。魚はいるのでしょうか。1投目は当たりなし。2投目いきます。あまりの風が強く当たりが分かりません。特に横風で釣りにくいです。何かちょっと当たったような。なんか引っかかった。途中で取れました。針が切れていました。ミケブ、何かかけています。ちっちゃいようです。私にも何か当たりました。黒石持ちでした。先ほどのミケブの魚も一緒だったようです。また黒石持ちです。
ここにはこの魚しかいないのでしょうか。今日は散々な日です。魚は釣れないし、こんな爆風な日はじっとしていないと。何か小さいあたり、フグでした。雷も鳴り始めて撤収。移動してきました。ここも初めての場所です。カメラ回していないとき、キスとマゴチの子供釣れました。いつもこんな感じですね。不思議なものです。後が続けばいいのですが、カメラ回せば釣れない。気を取り直して、ちょっと遠投しています。当たってくればいいのですが、当たり、かなり言い方のキスですね。ミケブノも遠投します。同じ場所を狙ってみました。やはりいました。ミケブヒットです。これもまあまあのキスです。
今度は違う方向に遠投しました。何か釣れました。ティンギスでした。ビリースです。雨が降ってきたので濃寒です。短時間の釣りでしたが楽しめました。今回の持ち帰り分です。全部刺身で食べました。ご視聴ありがとうございました。